DT-1 型は、ロシア鉄道が2005年から導入した、バイモード車両である。サンクトペテルブルク中央研究所によって開発され、トルジョーク車両工場で製造が行われた、ロシア連邦発のバイモード車両。直流電化区間では、河川から受けた電気を用いて電動機を稼働させ、通常の直流電車と同じ仕組みで走行する一方、 非電化区間では制御車の床下に設置されたドイツムツ製のディーゼルエンジン付き発電機から電力が供給される。これにより旧型電車、機動車を用いた場合と比べて運転コストを大幅に削減することができる。ディーゼルエンジン付き発電機を搭載した制御車2両、電動機、終電装置が備わっている中間電動車1両、 そして、付随車一両によって蘇生された四両編成を基本としているが、需要に応じて付随車を切り離した三両編成を組むこともできる。2005年に製造された試作車は2009年以降、生産が行われた量産車と比べ全消灯周りの形状が異なっている。なお、形式名の DT1 は、トルジョーク車両工場で生産された第一世代のディーゼル列車という意味である。 また、63から9001の識別番号も同時に付けられている。2005年に落成した試作者による試験運転が行われた後、2009年5月31日からサンクトペテルブルク・プスコフ間で営業運転を開始した。その際、一般公募によってプスコフのかつての地名にちなみプレスコフの愛称が付けられた。 それ以降、サンクトペテルブルクを中心とした各方面の路線に導入が行われたが、特に登場初年度の2009年から2010年の当期にかけては、霜などが原因で、電気、電子機器の故障やトイレの閉鎖が、相次ぎディーゼル機関車による補助が必要となる事態まで生じた。また2011年12月13日、2013年1月19日には、 車両火災も発生しており、前車については、その後火元となった制御車が解体され、同じ番号の車両が再度作られている。2013年まで製造が行われたが、2016年に製造元のトルジョーク車両工場が破産したため、以降の増備は行われていない。ありがとうございます。